のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはフェルトの作品でポーチやケースです。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。2点は横型のスマホケースです。下がりがないのでバッグにセットした時に使いやすいと人気です。通帳ケースです。通帳を上から置いてみます。こんな感じで余裕があります。振り込み用紙が折り曲げずに入る大きさです。番号は65番でくるみちゃんのデザインです。アップで撮影します。四つ葉のクローバーに乗っています。そしてツバメとクモのアプリケ、底部分と横部分、合皮の素材です。後ろも可愛く四つ葉のクローバー、お花は刺繍です。口部分はファスナーで開閉します。内側です。2点は横型のスマホケースです。下がりがないのでバッグにセットした時に使いやすいと人気です。63番は石志くんのデザインです。形は同じなのでこちらで詳しくご紹介します。まずは石志くんアップで撮影します。大きな四つ葉のクローバー、口部分はスナップボタンで開閉です。内側もフェルトなのでスマホが傷つきません。横と底部分は合皮の素材、また持ち手ですが取り外しができます。バッグなどにセットしていただくと便利です。後ろからも撮影します。ツバメとクモがアプリケされています。64番は黒猫ズキンちゃん、アップで撮影します。こちらも四つ葉のクローバー、口部分と内側、サイド部分と、そして持ち手同じように取り外しできます。後ろは同じようにツバメのアプリケです。またスマホポーチですが、サイズが合えばメガネとかデジカメとかを入れても良いです。67番は黒猫のパスケースです。おとあいの黒猫ちゃん、四つ葉のクローバーとお花、後ろから撮影します。口部分ですがカードが飛び出さないように返しがついています。 IC カードをセットしていただいてこのままピッとできます。また定期券など入れても良いです。そして可愛くストラップがついてるんですが、肉球がハートなんです。小さな鈴がついています。作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページ、のろぺこ新入荷情報2018年4月13日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。63番、3000円、64番、3000円、65番、3000円、66番、2760円、67番、2160円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのためほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいてお店のホームページをご覧ください。